ただいまー。さやかさん、おかえりなさい。お、ユニクロ行ってきましたわ。今回の YouTube の企画はユニクロの購入品紹介。はい。仕事終わりにですね、さがちゃんに引き止められてですよ、1時間後に閉まるというユニクロに走った私はですね、はい、無理だよと、そんな短い時間で選べてって思ったんですが、はい、意外と余裕のよっちゃんで、おいいね、やっぱユニクロいいのいっぱいあった。本当ですか？だってこの袋の大きさ見たらどんだけ買ったかわかりますよね。まあまあまあ紹介していきますよ。はい、知りたい。私のさ、じゃあまずはこれ。てかそもそもまずユニクロにさやこさんが行くんだってね。あのね、やっぱユニクロは日本が誇る企業ですよ。非常に素晴らしい。もう結構ユニクロ歴は長いですか？長いですね。あとね、何がいいって海外で困った時もお店がちゃんとある。あ、旅先とかで、あ、あれ忘れちゃったって時に安心して買える。確かに。で、海外のユニクロはすごい混んでる。無印とユニクロは最強だよね、やっぱり。人気高めで、国内でもどこにでもあるっていうのが、やっぱ強いよね、大手の。安心するじゃん、もうミスタードーナツ。あ、ミスタードーナツ。ちょっと待って、サイコさん、ミスタードーナツが頭から離れてない。これね、あれですよ、皆さん、あの、多分ちょっと疲れてるのかな。疲れてる。ネタバレかもしれないですけど、これあのミスドの動画と同じ日に撮影してまして、ちょっとですね、ミスタードーナツがまだ抜けてないみたいですね。はい。まあヘビロテなんですよ、うん、要はね。なんかシティバージョンもこのカントリーバージョンもどっちも埋めてくれるユニクロさんで、うんうん、まあもう私はほらファーマーなわけじゃないですか。ファーマー。ファーマーです。ファーマーなんですね。そうです。え、ファーマー、ファーマー、ファーマー、何そんな言い方。ファーマー、ファーマーじゃないよ。ファーマー、ファーマー。どっちでもいいや。なんかもう何でも楽しい時間になってきた。、はい、まあでもじゃあ最近の大田原生活、うんうん、まあ農作業メインですよ、うんうん。そんな私の強い味方、おっ、ダダンダダーン、エアリズムのソフトレギンス。あのね、もう私の制服なんですね、これは。これに、まあ、マイアパレルという私の新しいさ、まあ、アパレル、うんうん、もうオープンしたかな。それのタンクトップの、まあ、白ですね。それを着て、まあ、ヤンマーの麦わら帽子をかぶって、長靴を履いて練り歩くっていうのが私のここでの基本スタイルですが、ハエ。まあこれはね、本当になんかいくつかその試したわけですよ、ユニクロの中でも。あ、いろんなレギンスがあるんですか？そう、いろんなレギンスがあって、なんかね、私ね、やっぱり潔くシルエットを出すべしと思ってて、ちょっとやっぱり下半身むくんでるな、ちょっと最近運動してなかったからゆったりめのやつ着た方がいいなとか自分なりに思ってても、逆に太く見えるから、もう潔くぴったりしたやつを着るべきだなと思ってて。今すごいハンターみたいな。これがね、一番良かったんですね。でもなんか涼しそうですね。そうなのよ、やっぱエアリズムだから。通気性もいいし、ストレッチ感も程よくって、着るときちょっと大変なんだけどさ、でもまあ基本着てるときはすごく動きやすい、やっぱりノーストレスなのよ、うん、へえ。じゃあほぼ着てない感覚。それはない。それはない。それはない。ちゃんと着てる感覚は着てるけど、なんかやっぱり安心感と、あとフィット感と、あと全身覆ってくれてるのに蒸れない。このパンツはね、もうお気に入りってことで2個買ってきました。あら。洗濯のこと考えるとね、もう制服ですからね、これ制服だから、まあ、2枚で回していきたいよね。はい。で、あとね、ヘビロテアイテムで言うと、
あのこの前行った時なかったんだけど、今日行って会ってやっぱりテンションが上がったのが、へえ、何ですか？これね、ワッフル、あ、ブルーネックティー。これはね、でも実を言うとね、メンズなんですよ。あ、そうなんですね。私さ、あのユニクロ基本メンズの方が好き。え、レディースは買わない？今日買ったけど、購入率で言うと 80% メンズ買ってるね。あ、そうなんですね、うん、なんかデザインがメンズの方が好き。うんうんうん。で、ちょっとオーバーサイズで着たりとか。そうなんですね。私これね、これもね、私の制服なの、実を言うと。いつ着てるかっていうと、支援活動の時にこれ着てんのね。なんかやっぱ汗もすごく吸ってくれるし、吸ってくれてんのになんか汗じみも出ないし、あと下着の線が見えない。へー。白はちょっとね透けちゃうけども、だいたいブルーとかグレーとか結構着てるんです。でも触り心地も良さそうですね。気持ちいい。冬これインナーで着てたらもう、やってみよう。あ、ふわふわ、気持ちいい、気持ちいい。全然硬いかと思ったらふわふわです、ね、そうなのよ、やばいのよ。しかもストレッチこんな効いてっから。効いてっからそう、これはね、毎年買ってしまう。持ってんのよ、全色。大好きですね。大好きなの。旅行の時必ず入れるね、スーツケースの中にっていう名品でした。へー、初めて見る。これ知らなかった。もうこれとこれでいいわけ、私も。もうこれでいいわ。えこれでやっていける。あ、これでやっていける。どこででも生きていけるっていう、この2つね。はい。で、あとはやっぱりユニクロさんすごい素晴らしいのが、うんうん、やっぱその何でもないものがやっぱすっごい上手で、うんうん、これね、T シャツですよ。あー、大活躍。大活躍。 T シャツこれ S サイズ2つ買ったんですけれども、はい、こっちレディースね。あ、ちょっと丈も短め。短めでちょっとぴったり着たいなっていう時の T シャツ、うん、で、こっちがメンズね。このちょっと粗いさ、目のさ、これ私まだヘビロテしてる。ヘビロテしてる？はい。これいいよね。うん。そう、こっちのが私も普段好きで、ちょっと今回レディースゾーンがワクワクしたゾーンがあって、はい、その流れでこっちの T シャツも試してみようっていう気持ちになって、こっちデビュー、今日デビューですよ私。意外と T シャツも消耗品だったりするじゃん。うんうん。インナーとして使うとさ、ありがたいよね。なんかカラーティーも結構好きです。ここはね、やっぱりいくつあってもいいよねっていう。あとは次はちょっとこの冬しっかりさ、真冬対策をしようと思っていて、ナスは寒いじゃない。寒いです。寒そうですね。まだちょっと経験してないけど。ってことで、ヒートテックのソックス。へえ。なんかね、そのソックスで言うとさ、私それもメンズのソックスが結構好きで、うん、すっごいカラーバリエーションあるのよ。あれ、メンズだけなんですか？そうなの。あれ、知らなかった。で、でもちょっと似たような形のが出てたわけ、今回。あ、それはレディースなんですか？これレディース。あら。で、ヒートテックだって、あったかいってことでしょ、うん、だからちょっと冬、このちょっと私なんか今ブラウンが個人的に着てるらしくって、あとこのエンジ、うん、見てブラウンに、エンジ、ここにもいるからね、うん、今年の秋冬は多分この2つの色が取り入れてるんじゃないかな、うん、私も。私でもその色がちょうどセットになってるんですね。そうなの。なんかこれも、ね、さやこさんのためにあるようなもんですね。ありがとうございます。そういうの嫌いじゃない。嫌いじゃない。そういうの嫌いじゃない。あとはね、あれですね、ユニクロさんってほらコラボ系結構するじゃない。してますね。あのラインもやっぱイケてるんですよ。あ、そうなんですね。そう、2020年の秋冬これですよ。へー。はい、イネスデラフレサンジュ知ってる？え、イネスデラフレランジュ。そう、イネスドラかな。イネスドラフレサンジュ、パリのブランドですね。色がすごいかわいい。色にめっちゃかわいいと思って。かわいい。かわいい色が。これのこのニットでさ、3990円。やっぱりね、このコラボシリーズ目が離せないんですよね。うん、
かわいい。これですね、まずはニットで、そのコラボシリーズで他にもね、私は購入したわけですよ。はい、大好きな、はい、この襟が立ってるこのデザインのシャツね、好きなの。私似合いますね、首詰まってるシャツすごい好き。これもいろんな色あって、赤っぽいのもあったしホワイトもあって、すっごい悩んで、まあ選ぶよね、ブルーっていう。でもこれもユニクロなんですね。可愛くない？なんか私これにデニム合わせて長靴履いて、可愛い可愛い、麦わら帽子で、なんかこれ着てる時はちょっと馬の餌系のところにいたいね。なんか何が可愛いってさ、このメロのとこのこのほら見て、2色使ってんの。本当だ。見てさ、折り曲げるとまたほら見て、違う生地が出てくるわけ。違うチェックが出てくるの。あ、本当だ。東京だと結構早く売り切れちゃうんだけどさ、こういうね、コラボもの、うんうん、大田原残ってたんだよね。大田原のみんな走ったがいいよ。あるよ、あったよ。あともう一個ね、はい、最近ちょっとあまり着てないワンピース。お、これも一緒なんですよ。これね、何がいいってさ、結構こういうもうさ、くしゃくしゃしてるさ、加工がされてるもんだからさ、旅行の時とかやっぱコンパクトになるわけですよ。綺麗に畳まなくて、くても、そう、なんかこういう系って旅にいいよね。ワンピースってそうやって編むんですね。このシワ加工のやつとかはちっちゃくなるから、ちょっと意外とでかい。もうぐちゃぐちゃ入れても大丈夫なのこれは、っていう強い味方。これもちょっとロングブーツとかで合わせたら可愛いんじゃないかなと思って。いいですね、色味もパームに合いそう。パームに合いそうでしょ、うん、なんかね、黒に赤ドットみたいなのもあったんだけど、うん、それに惹かれて最初、あー可愛いと思ったんだけども、いかんいかんと、私は今大田原にいるわと思って、パームじゃない、大体こっちの方が合う、うん、やっぱそういうあの服選びもちょっとシーンに合わせて、そう、楽しいよね。だから生活が変わるとまたさ、選ぶ服も変わってくるから、すごい可愛いんだよ、ほら、着てるのも見たいです。だろ、はい。じゃあでもね、ちょっと手持ちのアイテム使ってやってみようかね。お、コーディネートの動画も撮ってくれるということでね。なんかでも大変なんですよ、やっぱ雑誌やってたからさ、うん、コーディネートさね、考えなきゃいけないし、うん、見てみないと分かんなかったりとかさ、サイズ感とかでもまた変わるしさ、でもやってみるとやっぱ好きだから、うん、すごい楽しかったもん今日の買い物。本当ですか、よかった。はい、次いきますよ。はい、ちょっとパンツ系ね、うん、ちょっとなんか上ばっかり買っちゃったもんだから、下もね合わせるの欲しいじゃないですか。っていうことで、今年の冬ちょっとやっぱり履きたいな、秋冬と思ったのがこれ、コーデュロイパンツ。かわいい、かわいいよね、コーデュロイ。これはね、ちょっとなんかね、これと合わせてもかわいいしさ、なんとなく白 T 着てもかわいいしさ、なんかいいじゃない、これにこの上にニット着てもかわいいし。で、あとそのコーディロイ並びで、はい、ジャケットまで買っちゃいました。あら、やっぱりね、ブラウンなんですね、私今。これはメンズですか、これこれね、なんかメンズでもあって、メンズ買おうと思ったんだけど、タガちゃんだったっけ、レディースもいいんじゃないですかって言って、多分見たかったんだろうね、レディースで買ってる姿が。可愛いわけよ。で、私はちょっとオーバーで着るのが、あ、かわいい、なんかちょっとヴィンテージっぽい作りですね。なんか色の合いもいいよね、うんうん、悪くない。これ XL 買ったのね、私。あ、レディースの XL だね。はい、サイズもね、なんか全部バラバラだよ、ここら辺も SM、SL、 パンツが一番ちっちゃいサイズで、ワンピースは S を買います。アイテムによってちょっとサイズも、そうだね、あとはもうデニム、うん、1本あればもう本当に何でも合わせられますよっていうテーパードスタイルですね。ちょっとここがしぼんでるっていうね、ハイウエストで着ていいね、こう T シャツと合わせてさ、ニットもさ肩からかけてさ、でここで結んじゃったりとかして、インして結んで、で最後にこれですよ、ベレー帽。かわいいベレー帽です。
帽子とかも売ってるんですね、ユニクロ。これね、危うく全色買うとこだった。あ、かわいい、似合う。いろんな色があったんですか。黒にグレーもあった、うん、全部危うく買うとこだったけど、本当にちょっと腕が引きちぎれそうになったからやめといたよね。でも今買っときゃよかったって後悔してる。ベレー帽も最近着てるんですかね。私は今年の秋冬は多分すっごい被ってると思う。今日来たね、今日マイブーム、ベレー帽。いや、すごいお似合いですよ。ありがとう、うん、こんな感じ。これ可愛いね。可愛い、このコーデも。やばい。でもさやかさん着てるとこも本当見たいわ。大変だよ。あの、みんなが見たいって思ってくれてんだったら頑張るけども、別日にしてくれ。ロイヤルミルクティーでどうにかしようと思ってももう無理。最近のマイブームです、このロイヤルミルクティーは。ちょっと、あれよね、コンビニによって元気注入すんだよね、これ買って。でも可愛いね、やっぱファッションって楽しいね。可愛い、うん、可愛い。ユニクロでね、こんなデザインがあるとは思わなかったですね。ね、寝た。ということで、さやこさんが選んだユニクロの秋冬物、はい、11選でした。はい、おやすみなさい。もう寝ましょう。寝よ、帰って寝よ。